動かないでくださいまし、主様。ふーんふーんふーん。お召し物なのの支度は整いましたね。これでいつでも出発できます。こちらも準備万端です。っていうか、ココロちゃん、毎朝そうやって彼に服を着せてあげたりしてるんですか？いけませんか。主様のお世話をするのが私の使命でございます。いけなくはないですけどね。何から何までやってあげると彼がダメ人間になりそうで心配です。赤ちゃんみたいですね。っていうか王侯貴族みたい。あなたのことを王子様って呼んでもいいですか？え、いいんですか？はーい、王子様。え、やっぱり変な気分になるからやめてほしいんですか？というか、ペコリーヌ様こそ本物のお姫様なのでしょう。いつも身の回りのことは召使いとかがやっていたのでは？いやー、うちはフランクな家風でしたから。ちっちゃい頃はそれこそ蝶よ花よと育てられたんですが、物心ついてからはむしろそういうのも煩わしくって。あの男ユースティアナは傲慢に王様ぶってふんぞり返ってるみたいですけどね。偉そうにしてれば王族っていうわけでもないでしょうに。あら、みんな揃ってお出かけ？あ、はい。例の占い師さんとやらを探すつもりです。なんでも彼がお知り合いらしくって、結構簡単にお会いできそうなんですよね。あんた本当に顔が広いわよね。じゃあ何か分かったらこっちにも報告してちょうだい。同じ釜の飯を食う仲よ。足並みを揃えていきましょう。はい。サレン様もどこかへお出かけでございますか？うん、例によって連日カオンやナイトメアとの会議よ。嫌になるわ。また帰りが遅いって子供たちに怒られちゃう。大量破壊魔法についてとか牧場の復興についてとかさ、話し合う議題には事欠かないしね。お賃金も出ないのに時間だけ取られて嫌になっちゃうわ。一つの問題を議論してるうちに二つも三つも新たな悩みが生じてくる感じよ。なんでもいろいろあって収監されてたクリスティーナが脱獄したみたいだし、ナイトメアは今そのせいで大混乱してるみたいね。どうも絶対に脱獄不可能だっていう牢獄からいつの間にかクリスティーナの姿が消えてたとか。え、あの人脱獄しちゃったんですか？捕まったって聞いてちょっと安心してたんですけど。私もよ。まったくもう頭痛の種ばっかり増えていくわね。でもまあ一つ一つ解決していきましょう。子供たちがのんびり平和に暮らせる未来のためにね。そのために骨を折るわ。私も何か分かったら共有するから。よろしくお願いします。っていうか、私なし崩し的にサレンディア救護院にお世話になっちゃってますけど大丈夫ですかね。今更ですけど。構わないわよ。部屋は余ってるしね。できれば家賃ぐらい入れてほしいけど。あんたたちやコッコロも今巻き起こってる事態の中心にいるみたいだし、確保しておくことにはきっと意義があるわ。そういう思惑があるから別に恩に来てくれなくてもいいからね。歯に気抜きせぬ人ですね。好きですよ。私がいるせいで救護員がトラブルに巻き込まれても申し訳ないんですけど。トラブルにならとっくの昔に巻き込まれてるわ。お父様の派遣してくれた護衛とかが警備してくれるし、よっぽどじゃなきゃ大丈夫でしょ。万が一のことがあったら子供たちが即座に避難できるように。ご禁制の品だけどお父様に頼んで空間転移の魔法陣を設置してもらったしね。備えは万全よ。油断はできないけどね。まあ子供たちの安全のために最善を尽くしてるわ。
そのためのサレンディア救護員よ。空間転移って何でしたっけ？聞いたことがあるような。異なる地点の空間をつないで一瞬で遠い場所に移動できるようにする魔法よ。うちに設置した魔法陣には使用回数の制限があるけど、安全な場所まで子供たちを避難させられるの。今は王宮が使用を禁止してるから、そんなものを自宅に設置してることを知られたらまずいんだけどね。あんたたちも内緒にしといてくれると助かるわ。はーい。その魔法陣で瞬間移動できる場所って選べたりするんですか？有効活用すれば王宮のユースティアナがいる場所まで一瞬で飛んでサクッと始末できるかも。それは難しいわね。転移魔法は決められた場所と場所をつなぐだけ。王宮は魔法への防衛策もしっかりしてるし、その内部まで転移するのはまず無理よ。高等魔法だしね。満足に扱える人はこの世界でも5本の指で数えられるぐらいじゃないかしら。今回設置した魔法陣も入手にはすごい苦労したのよ。お父様、実の娘からもお金を取るから。お父様相手だから利子とかはないけど、借金とか作っちゃったわよ。もう、うちはただでさえ財政難なのに。無事に私がお姫様に戻れたら、サレンディア救護員のために資金の援助をしますよ。だからまあ、さっさと自分の居場所を取り戻さなくっちゃ。頑張っていきましょう！えい、えい、おー！